ベノミルはカーバメート系殺菌剤の一種。デュポン社が開発した殺菌剤で日本では1971年4月21日に農薬登録を受けた。1999年の実績では日本は減体29トン、製剤243トンを輸入している。商品名はベンレートなど。リンゴなしぶどうのうどんこ病や黒星病。 柑橘類の草花病、天才の活版病、稲の種子病に有効で、種子、球根の消毒や、みかんの青カビなど、貯蔵時の病害防除にも用いられる。現在は、住友化学が生産、販売している、特異臭を有する白色の個体。不燃性であるが、加熱により分解し、窒素酸化物を含む有毒なフュームを生じる。毒物び物取り締まり法による、 毒物、劇物には分類されていない。土壌中でカルベンダジムとイソシアン酸ブチルに加水分解し、前者は3ヶ月から2年ほど残留する。水生生物に対する毒性が強く、土壌中の共益微生物にも悪影響を与えるため時と,として植物の生育を妨げることもある。アメリカやイギリスでは目に先天性障害を持つ、 子供の家族がベノミルが原因だとして、デュポン社を相手に訴えを起こし、デュポン社が敗訴している。これを受け、デュポン社では2002年に製造を打ち切ったが、日本国内では農家や園芸家に高く支持されてきていたため、本材の商標並びに、日本国内における事業は同年、住友科学へ譲渡され、以後日本国内向けには、同社が製造、販売が販売するようになった。 なお、デュポン社が生産していた時代は、日本国内においては、農家、業者向けには、日本農薬が、家庭園芸向けには、武田園芸資材及び産業がそれぞれ販売していた。ありがとうございます。